はい、えー、こんにちは、杉潤です。えー、今回はですね、えー、パネルハッキング、まあ、いわゆるですね、えー、パネルをこう、調べようということでですね。 自分のセールスパネル構築のために、えーまあ、他のね、例えばじゃあ海外の方だとか、日本の方だとかですね、まあ、そういった方々のセールスパネルを見ようじゃないかということで、そのパネルハッキングのやり方ですね、えー、について話をしたいと思います。よろしくお願いします。で、まずですね、やっぱり Facebook 広告からね、見ていくことが一番早いので、えー、じゃあどうやって Facebook 広告を調べるのということですけど、まずですね、Facebook 広告ライブラリーとね、検索していただいて、この広告ライブラリー、ーこれをね、開いてください。 はい。そうするとですね、こんな形で、え、広告ライブラリーに行きます。で、えー、じゃあ検索、広告を検索ということで、じゃあ日本だとあれなんで、全てにしますね。はい。そして広告カテゴリーは、す全ての広告。そして、え、キーワードをね、ここで入れていきます。例えば、え、どう、どうしようかな。うーん。マーケティング。マーケティングとかね、入れ、入れたとします。 そうするとですね、あの、今、こうやってですね、マーケティングって入れましたけど、あの、いろんなね、広告がこんな感じでね、出てきています。はい。で、一応こういう広告を見てですね、どういう広告を出してるのかなっていうのをですね、確認することができます。例えば、じゃあ、マーケティング、じゃあちょっとあれなんで、じゃあ、インスタグラムとかね、検索してみましょうか。 なんかこんな感じでインスタグラム、これでああ5万件になっちゃってるからかなり大きいですけど、えまあ例えばこれね、こういった、まあこれとかねありますけど、クリックしてみます。で、クリックしてみると、えっと、こんな感じでね、今、出ております。で、まあこういった感じで、あの、これ、えっと今ちょうどね、これ、えっと、クリックしたら、あの、高校の詳細を見ましょうか。 これで、今クリックしたらですねこ、この人はクリックファネルで作ってる感じですね。これですから。はい。はい。これもです。クリックファネルで作ってますね。フリーウェビナーですね。これね。ウェブセミナーです。はい。なので、こういった形で、あの、誰がどういう感じでね、やってるか。この人の広告はこれでした。けども、またなんかいろんなね、広告をこう検索してみればですね、いろいろ出てきますので、 例えば、じゃあ、インスタグラムじゃなくて、うんじゃあ、ファネルと。ファネルって言いましたけど、えー、ファネルって言ったら、こんな感じで色々出てきます。じゃあ、この人のね、これをじゃあ、クリックしてみましょうか。おっとっとっと,と,と、えー、っと。えっと、広告の詳細はい。で、えー、っと、これは、こういう感じのね、えー、案内が出てますけども、 なので、まあこれ以上英語じゃないから難しいんですけど、まあこういう感じでいろいろですね、あの、広告をチェックすることができます。え、広告ライブラリーからですね。はい。ですので、そこをですね、見ていただいて、それで、あの、やってみるとね、いいんじゃないかなと。こんなね、こんなのもありますね。ちょっと見てみましょうか。詳しくはこちら。うん、これもクリックパネルで作られている広告、ページですね。 はい。ですので、これ今見ていただいたようにですね、あの、クリックパネルでできている広告結構多い、えー、ページが多いですよね。はい。これは、なのでそういった感じで、あの、調べることができますので、えー、自分のね、キーワードを入れてみて、そして、えー、どういった、えー、形でね、えー、セールスページができているのか、それを確認するような、あ、ものとしてね、この Facebook 広告、えー、ライブラリーはね、とても役立ちますので、えー、ぜひね、えー、そこから研究をしてみてください。 はい、以上です。え、これがね、ファネルハッキングの簡単な方法ですので、ぜひ、ぜひやってみていただきたいと思います。はい、それでは。